リーグ25年ぶりの契約制度改定改革の背景と今後の影響。はじめに、J リーグは2023年、25年ぶりに契約制度を改定し、選手の契約金やクラブ運営に関する新たなルールを導入しました。これは、若手選手の海外流出を防ぎ、リーグ全体の競争力を高めるための重要な一歩です。J リーグの契約制度改定の詳細と、その背景にある問題、そして新制度がもたらす影響について、詳しく解説します。改定の内容と背景。1. C 契約の上限引き上げ。改定前の C 契約では、年俸の上限が600万円に制限されていました。この低い上限額が、海外クラブへの若手選手の流出を招いていました。今回の改定では、C 契約の上限が1200万円に引き上げられ、さらに支度金も含めることが可能になりました。これにより、国内クラブが若手選手を維持しやすくなり、リーグ全体の競争力向上が期待されています。2. 契約上限の設定とクラブ間のバランス。今回の改定の背景には、J リーグがクラブ間の戦力差を抑えるために設けた上限が逆効果になっているという問題がありました。過去の制度では、上限を設けることで、資金力のあるクラブが一方的に有望な新人選手を獲得することを防ぎ、リーグ全体のバランスを保とうとしていました。しかし、国内の均衡を保つことを優先した結果、海外クラブに若手有望選手が流出しやすくなり、国内リーグの競争力が低下してしまったのです。3. 最低年俸の新設。今回の改定で新たに導入されたのが、プロ契約選手の最低年俸の設定です。J1 リーグでは480万円、J3 リーグでは240万円が最低年俸として設定されました。これにより、プロ選手としての最低限の収入が保障されることになり、選手の生活安定とクラブ運営の透明性が向上すると期待されています。これまで、プロ選手といっても十分な報酬を得られず、他の仕事と掛け持ちしていた選手が多く存在していました。吉田麻也と野村チェアマンの役割、今回の改革の背後には、元日本代表キャプテンの吉田麻也選手や J リーグの野村チェアマンの尽力があります。吉田選手は選手会を通じてプロ選手の待遇改善を訴え、クラブ経営者と協議を重ねてきました。また野村チェアマンは現行の制度が時代にそぐわないことを認識し、改革の必要性を訴え続けてきました。彼らは J リーグが世界で戦える競争力を持つためには、選手が国内でのキャリアを続けやすい環境を整えることが不可欠であると考えています。これにより、クラブ間の競争だけでなく、選手個々のキャリア形成にもポジティブな影響を与えることを目指しています。改定の影響と今後の展望。1. クラブ運営の課題とリスク。新しい契約制度が導入されたことで、各クラブは選手の年俸を支払うために、経営の効率化や収益の増加を図る必要があります。特に、J3 リーグのクラブにとっては、財政面での負担が大きくなり、経営努力が求められることになります。資金力のないクラブが淘汰されるリスクもあるため、クラブ運営の質がより重要になってきます。2. 若手選手の流出防止。C 契約の上限引き上げにより、若手選手が海外クラブへ流出することを防ぐ効果が期待されています。これまで、国内の若手有望選手は海外クラブからのオファーを受けやすく、J リーグがその流出を食い止めることは困難でした。今回の改定で、国内クラブがより高額な契約を提示できるようになり、優秀な選手が J リーグで活躍し続ける環境が整うことになります。3. クラブライセンス制度の強化。今回の改定では、クラブライセンス制度の強化も図られています。スタジアムの収容人数やアカデミー施設の整備など、クラブ運営に求められる基準が引き上げられました。これにより、クラブ全体の経営力向上と、J リーグの品質向上が期待されています。これに耐えられないクラブは淘汰される可能性があり、リーグ全体の健全化が進むと考えられています。まとめ、今回の J リーグの契約制度改定は、25年ぶりの大改革であり、国内リーグの競争力を高めるための重要な施策です。C 契約の上限引き上げや最低年俸の設定など、選手の待遇改善と、クラブの健全な運営を目指した取り組みは、今後の J リーグの発展に大きく寄与するでしょう。吉田麻也選手や野村チェアマンのリーダーシップのもと、J リーグは新たな時代に向けた一歩を踏み出しています。今後も、この改革がどのようにリーグ全体に影響を与えるか、注目していきましょう。